はい、始まりました。大輔さんの部屋戻ってまいりました。だいたい半年ぶりぐらいに、また再開しました。もう思いっきりね、時間帯も曜日も変わってしまいましたが、12時のお昼12時半から、また30分間やっていきたいと思いますけどもですね、前回はですね、まあもうどうでもいい BGM を使ってましたが、半券フリーのやつ、今回は、作りました。私が歌ってます。私が曲作ってます。もう超適当です。タリラリなんとか言ってますからね。それでやっておりますんでね、それも FM 那覇のスタジオで、ここの、動画だと分かるんですが、このスタジオで、なんとですね、ドラムマシーンの音が出る、アプリを使って、メトロノームを使って録音したということで、ちょっと感想を聞いてみましょう。今日はゲストではですね、私が前から会いたかったんですけど、ようやく来てくれました、あいもこのもこさんでーす。どうもー、大宜味村からやってきました。大宜味村、はい、大宜味村なの。そうです、そうです、そうです。あいもこのもこでーす。もこちゃん、イエーイ。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりですっていうかね、はい、仕事で会うのは初めてですね。初めてなんですよ、お声かけいただいて光栄です。ありがとうございます。いや、前からねお会いしたいと思ったんですけどね、ふとね、なんか喫茶店かなんかみたいなところでばったり遭遇しただけでね、はい、なんで伊藤麻子がここにいるんだろうっていう。ちょっとそれっぽいシャツ着てきましたけど、今日あ、来た、イライラするっつってね。あ、本当だ。これ何、今日はそんなラフな格好で。今日ね、収録ですけど、はいはい、収録日の今日はですね、はいはい、ストレッチ教室が那覇でありまして、で降りてくる日なんです。降りてくる、登ってくる日か、うん、登ってくる日、そう、那覇登りの日なんですよね。あ、なるほどね。それで来て、長まで来て、あ、やってるんだ。そうなんですよ。だからね、なんか動きやすいか。はあ、ね、もこちゃん、ま、痩せたね。そうなんですよ。あのね、沖縄のパッションやらのところに行ってるんですよね。そうなんです。パッションやらがジムやってんですよね。うんって胸叩いて12キロ。いや、違う。12キロ？痩せたの？12キロ痩せたんですよ。だってほら、喫茶店に会った時はね。はい。本当におかげさまで、あのくまモンとか、くまモンとか、ね、あんな感じのちょっと丸い感じの、ね、千代の王とか、ちょっと中尾農林高校出身のとかだったんですけども、本当にスリムになっちゃって、今ね筋トレですごい鍛えてるんですよね、うん、俺のテーマソング2分半ぐらいで終わりだから、もう終わっちゃったよ。感想を聞く前に感想も何もかもが終わってしまったってことですね。終わってしまった。作ったんですけどね、まあ、すごい、2本目は来週もまたありますから、うん、その時に感想を聞かせてください、はい、というわけで、あいもこのもこちゃんなんですけども、動画でもね、これはもう映ってるでしょ、これすごいでしょ、カメラが、そう、ね、そうそう、対角線上にカメラを撮ってるんですよ、うん、本当は向かい合ってるんですけどね、上等やめろって上等ってのは上目線だから、素晴らしいさ、ね、それで、まあ、全国の人も、まあ、見れるようにしたいんですよね、はい、まあ、少ない、アクセス数かもしれないけれども、うん、であいもこさんっていうのは一体コンビでやってるわけですけども、実は夫婦なんです、はい、そうなんですよ、はいはい、結婚を機に結成しまして、夫がアイローっていう名前で、私がトモコでモコなので、アイモコっていう安易な、あれですよ、目音漫才じゃありませんからね。皆さん、一応ね、ミュージシャンですからとしてね、ミュージシャン、皆さん誤解のないように、大輔さんのやつで、私もギター持ってますけど、フェルナンデスの、ね、あれですよ、演奏してミュージシャンをお呼びする、沖縄のミュージシャンをお呼びする番組ですから。そうなんですね、来てるのはですね、前回のシリーズで来てるのは、はい、木山商店の涼さとか、三河健一郎とか、ギリギリの人を呼んでるわけです。でも普通の歌手の人じゃないですよね、大体なんか呼ばれる人はギリギリ、ちょっとなんかやる人たちですよね。ライブリサイタルでトークが長いっていう人たちですね。ちょっと癖のあるミュージシャンばかり。曲の説明9分ぐらいっていうね。心当たりがある。そういうジャンルで大丈夫でしょ。そうですね、延長線上でしょ。全体そうです、畑しながら音楽活動をやっているので、はい、ライブ会場で野菜売ったりとか、はい、そんな感じの活動です。もともとは畑を やろうっていうことだったんですよね、うん、そうなんですよ。なんていうの、自家栽培っていうの、やってたんですよ、夫婦で、家庭菜園。そうなんですよ、お父さんの、はい、畑の手伝いをしようっていうことで、うん、アイロー君も夢破れて、うん、ミュージシャン活動でこう人間関係とかに疲れてね、で山に引きこもったみたいな感じだったんです、うん、でそこに私も嫁いで、ついで、まあ全部やめても、うん、農業しながらだったら食いっぱぐれないだろうと思って、うん、山に行ったんですけど、はい、忘れてたんですよ、種植えてから収穫するまでの時期何も収入がねえっていうのを忘れてて、でどうしようっていうことで、じゃあアイロー君歌も歌えるし、じゃあ歌うかって言って、夫婦で出稼ぎで、うん、あ、そうなの。そうなんですよ。で一回はやめたわけね。一回やめてるんですよ、アイロー君も歌を。
もともとは一人だったわけ、アイロン君は旦那さん、アイロン&タカっていうコンビで、うん、それ絶対芸人だよそれなんでだろうとかそういうのでしょ。チャゲ&アスカの方ですよ。 あっちの方だったわけね。あっちの方に憧れてやり始めて、あ、まあ、フォークデュオっていうかニューミュージックみたいな感じの、うん、そうですそうです、はい、それでやり始めて、でもいろいろ疲れて、結婚もして、うん、っていう感じで、でも辞めたけどやっぱり背に腹は変えられずで、うん、歌をもう一回歌おうっていうことで、うんうん、今度は私と一緒に大阪に行ったりとかしながら音楽活動していって、うん、でもお金ないし、うん、その時いろいろ揉めて辞めたので、うん、なんか裁判とかやってたんですよ。あららら、うん、それで、まあ、裁判費用もないしな、稼ぐためにはどうしたらいいかっていうことで、うん、歌歌うだけじゃその、ね、ライブ収入だけだと、まあ、難しいよね、難しいでしょ、出ていく金も多いからね。そうなんですよ。それでじゃあ畑の漬物売るかって言って、うん、畑で採れた収穫物で漬物作って、うん、漬物いかがですかって売り始めたんですよ、うん、ライブの後に、ええ、そしたら CD じゃなくて漬物売ってるミュージシャンいるぜってなって、ああ話題になったわけだ。話題になったんですよ。でその頃ちょうどあの食の安全とかが言われてる時代で、汚染米とか、うん、あと牛肉偽装問題とか、ああ、まあね、あんな時期だったんですよ。まあ要するにポジティブな問題もあるし、やる人もいるし、うん、ネガティブな問題もあったからちょうどバランス的にはね。そうなんですよ。それで、うん、あじゃあ農業しながら音楽活動やってるのがいるんだったら面白いさっていうことで、ラジオが始まりテレビが始まり CM が決まりっていうんで現在があるんですよ。沖縄ででしょ、だからね、沖縄中心にってことでいい、はい、まあそうだよね、なんかテレビで結構出てる、ね、うん、感じしますもんね。この人たちは一体なんだろうってパッと見は分かんないよねそうなんですよ ね、やっぱり芸人に近いのかなと思うけどそういういきさつなわけだ。そうなんですよ。で今も野菜売るわけ、うん、ライブ会場で。ライブ会場で、そうなんですよ。CD とかも売るんでしょ。 CD も売るんです。でもその漬物とかの売り上げで、うん、初めて CD ができて、ああでまたいろんなこのライブ会場で漬物売ったり CD 売ったりしながら現在があるみたいな感じなんで、うん、本当に、はあ、なので、トマトが取れる時期だったらトマトとか、玉ねぎの時期はと、うん、玉ねぎとか売ったりとかしながら、 そんなに手広く畑の方はやられてるわけですか。いや そんなにたくさんはないんですけど、狭いけども、まあ、そう取れる時期に。でも取れる時期って他の農家も被るじゃないですか、うん、被る。だから同じマーケットに持ってっても値段がこう、まあ難しいよね。難しいでしょ。なんか自分のライブで売るとライバルいないんですよ。いないよそんなだって音楽居酒屋、まあほら、うん、沖縄にはたくさんあるじゃない、ライブバーとか、はい、そういうのはね、うん、そういう時は大体あれでしょ、 CD と T シャツでしょ。そうそうなんですよ。 CD とトマトっていうのは生物なんだそうすると生物だから持って帰れないわけさって言ったら、なんとなくみんながまとめて買ってくれるんですよ。あっていうやり口やりすぎなんだそれあれだからねCD つけたらもう抱き合わせで違法だからね抱き合わせ商法はでも俺は言うよ取引委員会に。でもね、それ違法です、はい、でも、うん、あれなんですよ、その野菜を楽しみにしている人たちもいる。あ、いるわけね、うん、本当にライブやってる最中にもうチラチラトマトの方を見てる人とかそう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 いるの。いるんですよ。でそこで新たな取引先が決まったりするんです。あ、するのか。そうです。商店の人とかあと料理屋さんとかがお店、ね、お客さんでいて、うん、あ今時期でそれ取れるんだったらうち全部おろしてください買いますよとかって言ってくれたりとか。へえ、もうさ、名前はもう一番にすればいいじゃないもうっていうやり口やり口やり口で一番にした方がいいよだから木山商店みたいな感じで、ね、あいもこ一番みたいなにすると、ね、うんうん、もう超わかりやすいですよね。わかりやすいですよね。あ、すごいな。じゃあもう帰りポケット小銭すごいでしょそうなんですよ。だからね、あとうちマネージャーも農家なんですよ、うん、あ、マネージャーさんも、はい、で、ま、別でやってるわけ、農家はね。そうなんです、土地は別で、うん、でそのマネージャーの畑で採れたものを売ったりとか。へえ、そういうやり口、やり口があだからライブは行商って呼んでます。行商行商なんだね。こうリアカーみたいの背負ってかぼちゃとか乗ってるような。機材よりも野菜の方が重いっていうね。機材と野菜なんとなく陰を踏んでるからいいんじゃないでしょうかそこは。あ、そうだったんだ、謎が解けました。それでなんかこう、面白いなってことで夫婦だし、うん、はい、それでまあラジオに、出てくれとかそういうのが広がっていったわけだ、はい、そうなんですよ。あ、面白いね、やっぱりね、うん、人と違うっていうのがポイントですよ ね、 ね、2人で歌だけやってたらちょっとね、きっとそうだったと思います。曲もだってあれ野菜の歌なんでしょ、が多いですね、うん、本当にそうなの。本当にそうなんですよ。野菜とか生き物とか、うん、ヤンバルにの景色とか、うん、そんな感じの歌が多くて、うん、なんか結婚して愛や恋の歌は一切歌わないっていう。
あーあーそうなんだ。そうなんです。普通だったらね愛の歌とか増えそうなもんですけど ね、愛の歌とかいい歌が多い、夢は叶うみたいなね、ないですね。アフリカマイマイどこ行くのっていう感じの歌とかね、なんかそんな感じの歌ばっかり増えてますね。それ振りもつけたらみんなの歌とかい行ける。ちびっこばっかりなんですよ私たちのライブ。あそうなの。はい、あれおじいおばあじゃなくて野菜を目当てな。ちびっこばっかり、ま、市場じゃないな、スーパーとかで呼ばれて歌ったりするときはもう子供たちばっかりで、それにくっついておじいちゃんおばあちゃん来るので合間合間でいろんなモノマネをしながら引率の人たちにも喜んでもらえるような感じのステージにしてるんです。新しいね。なんかでももう今週と来週告知していいですよ、どこそこスーパー行くとか6月とかそのあたりの5月中旬からの、ね、行きますよみたいな感じ で、ね、かぼちゃナイトとかそういうね、なんか割とだから JA のお祭りだったりとか、うん、そういうところに呼ばれたりすることが多いですね、うん、もう沖縄のミュージシャンってもう祭りばっかりそうなんですよ。農会とかねあんなのに呼ばれるんですよ。決算がまとまったからって言って、うん、農家の人たちのところで、歌ったりとか。ありがとうございますね。そういう活動だったんですか。なんとなくね皆さんも分かっていただけたんですけどね、はい、まあ、初めてご覧になった方は旦那呼んでこいって感じになってますね旦那映してみろよっていうか。あ、旦那はですね、FM 那覇で金曜日の、はい、1時から喋っておりますので、よかったらそちらもご覧ください。この放送局で。そうなんです。それは生放送なんですか。生放送です。生放送ってことはコンタクト、あ、俺噂に聞いたけど、うん、なんかもこちゃんがなんかメールを送ったりしてんでしょ、うん、旦那の番組に。そうなんですよ。夫婦で何やってるなんかね私物化しちゃって。あ、そう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 、それ違うよとかいう、うん、一応構成係としてダメ出しダメ出しです。あ、ダメ出ししてあげてるわけだそうそうそう、そうなの。正しい情報を届けてあげる、金曜日で。それは生放送だから旦那さんのねコンタクト一応いけるわけでしょ、うん、メール出したりとかその場で。そうなんです。そうすると、よかれと思ってこっちやってるのにあいつ聞いてるなって言われるんですよ放送あいつ聞いてるって言われる。聞いてるって言われる、まあいいじゃないですかね。だったらスタジオ行けないじゃない2人で。それはそれはね、なんとなくアイロー君とタカ君の関係もあるので。あ、そうなんだ。そうなんですよ。邪魔しちゃ悪いかなと思って。あ、そうか。アイモコになっちゃうとまたね。あ、またね、うん、あ、それとは違う番組なんだね。そうなんですよ。あ、わかりました。でそちらの方もね金曜の何時1時、昼の1時。はい、お昼の1時。健康的なことやっぱ、はい、もうあれでしょ、野菜路線だから健康的でしょ、うん、おそらくね。そうです。相方のタカ君は今肉屋さんで働いてるんで、うん、野菜と肉は揃うっていうね。あ、いいじゃないフェスできるじゃない食のフェスがある。炒めフェスできるじゃないこうフライパンみたいなステージでできますよ、ね、最近なんか夫はチャーハンに凝ってね、毎日毎日チャーハン作ってるんですけどね。本当に、あ、うん、料理が上手になった旦那さんなんだ。いや全然上手じゃないんですよ、うん、チャーハンと麻婆豆腐と餃子と、それで最近カレーっていうの、この1年間これだけです、うん、純喫茶みたいになってるわけだねなんかちょっとなんかね3ヶ月に1品ずつ覚えていくっていうね、すごい気の長いね、ああ1年経てばナポリタンできるようになってるできるなるかもしれないです。いやいいね、それいいんじゃない、うん、店も店で歌ったりなんかして自分たちの店やって。それがね、はい、名護で始めたんですよ。始めたの。夫が酒どころ名護75って書いて名護っていうお店を始めて、うん、でチャーハンを火力の強い本格的な火力のところで作りたいって始めたくせに、うん、みんながチャーハン食べたいチャーハン食べたいって言うでしょ、うん、そうするとこの店の火力に家の火力とこう比べたら火力が強いもんだから慣れないと、うん、で中華鍋ももう作りづらいし振ってると腕が痛いと、うんうん、だから結局中火にして家庭用のフライパンで1人前ずつ作るんですよ。あ、そうするとあっちからもこっちからも注文されると厨房が止まるって言うんで、うん、メニューから外したんです。外したんだ。じゃあ何のためのあれなの。そうなんですよ。何にしに始めたっていうね。じいさんの趣味だよそれ。そうなんですよ。もうね、なんかご隠居って言われます、ね、フライパン重たいだのなんだのって。そうそうそう、慣れればいいのにね。じゃあもう大忙しですね。うん、なんかね楽しんでますよ。うん、やっぱり食べ物に縁があるわけだね、夫婦でね。そうですね。わかりました。はい、じゃああいもこの方は二人とも歌うんですよね。歌います。二人ともね、うん、楽器は。楽器はアイロー君がギターで、私はコーラスと時々なんか沖縄の歌やるときにサンバっていう板、はい、カスタネットみたいな、はい、うんうん、あれ叩くぐらいで。楽器は私は何もできないです。あ、そうなの。じゃあ なんか揺れたりなんかしながら歌うっていう。ニコニコ。あとモノマネ担当ですから。モノマネ。
まず顔面がヒトパソコンになるからね。イライラするってね。そっからまたあのいろいろアレンジがあるわけだ。いろいろやるんです。ハイパイグスよ、平富ですよって言いながら、あのチュラさんのおばあのモノマネやったりね。2001年のチュラさんのね、平富さんのね、おばあのね。あ、じゃあ沖縄に特化してるわけだ、モノマネは。そういうわけじゃないですけどね。子供たち言ったら、よく来たな、野原しんのすけだぞって言いながらしんちゃんの真似したり。やっぱりお笑い寄りだね、やっぱりね。いろいろ。そうなんだ。じゃあ歌う二人で歌うということでね、あの、はい、前もやってたんですけどね、若い頃とかいろいろ影響受けたとか、最初に好きになった曲みたいなやつをね、聞いて、まあ、前もって聞いてるんですけど、はい、それをまあ歌うということでですね、私が来て今日前まではそのまま LINE で繋いでましたけど、今日はですね、今回からこうマルチエフェクターをですね、私が買いましてですね、 Amazon で。お、ね、まあ、ちゃんとこうちょっとエコね、今日この音で、やりたいと思いますんでね、はい、こうなんとですね、もこちゃんが選んだのが、はい、ユーミンですよ。松任谷由実です。ね、ユーミンのこの曲、うん、ね、なんか好きだっていうのはもちろんそうなんでしょうけど、はい、なんかありますか、思い出みたいな。なんかね、これ自分の小さい頃の景色をよく思い出すんですよね。あれ、これいつ頃聞いたって言ってね、これ小学校だったと思うんですけど。でしょ、うん、俺高校ぐらいだったような気がするんですよね、うん、もうあの、はい、松任谷さんになってる頃ですからね、はい、これね、やっぱり小学校の頃だったんだけれども、うん、こうなんて言うんでしょう、恋に恋してる時期というか。ああ、まだね、憧れの時期ね、うん、そうです、恋に憧れてるような時期で、まだあのリボンとか仲良しとか、ああいう本を、ーマーガレットとか、そうです、そうです、そういう250万乙女だったね、この私がね、ムツエイコとか読んでたような、もう本当にね、そんな感じのね、恋に恋してる私からしたら、なんか漫画に出てくるような、うん、こんな純粋な、長い長い長い、ね、歌えなくなる時間がしたいなって思っ てそうだったんだ、はい、まさかね、それから何十年か経って野菜売ってると思わなかったですよね、はい、もう思わないですよね、その頃は絶対に、とね、まさかですよ、ユーミンのように歌ってることを夢見てたわけですからねね、全然違った将来って残酷、はい、じゃあこれね、じゃあもうぶつけ本番ですからね、はい、こんな感じですね、じゃあ行きましょう、はい、ワンツーサンパイ。 You don't have to worry worry、 守ってあげたい、あなたを苦しめるすべてのことから、これ入るのね、ラジオでよく聞いた、ロイ・ジェームスの歌謡メモとかね、はい、初めて言葉を交わした日のその瞳を忘れないで、雰囲気がありますね、いい加減だった私のこと包むように、輝いてた、うん、遠い夏、息を殺しトンボを取った、もう一度あんな気持ちで夢を捕まえてね、ボン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 、山に向かっていけば黄昏がフロントガラスを染めて広がる、中央フリーウェイ、片手で持つハンドル、片手で肩を抱いて、愛してるって言っても聞こえない、風が強くて、はい、もちゃん、よいしょ、街の日がやがてまた瞬き出す、二人して流星になったみたい、
中央フリーウェイ右に見える競馬場左はビール工場この道はまるで滑走路夜空に続くイエーイおお、すごい一発本番なのにね、できた、できましたよ。すごい、わもう流しみたいな男ですから、ね、最近はなんか音楽居酒屋行って自由に弾けるとかなんですけど、なんか知らない客の伴奏してる時あるんですからね。いやもう私も好きだったんでね、うん、あのこの中央フリーウェイとかね、うん、いいですよ、ね、あのユーミンじゃなんとですね、ユーミン、はい、ユーミン豆知識、うん、なんとですね、この曲はですね81年です。80で結構古いですね。81年だったら私まだ小学校上がってない。でもねこの歌はね後でまた CD で発売されたりとか、いろいろほらなんかの曲になったりとかね、はい、そういうのありますからね、うん、それちなみにですね、ユーミンはですね75年に結婚されまして、はい、78年か1回引退するって、ね、言ったんですけど、松任谷由実として78年になったんです、はい、81年はですね、これ守ってあげたいが出てるんですけど、大体どういうのがヒット曲だったか覚えてる？小学生でタノキントリオが流行ってたでしょ、この頃。そうです、やっぱり私初恋がマッチだったんで、マッチ、まさにもうこれはもうマッチの年と言っても過言ではない。まあでもね1位とか違うんですけど、うん、マッチがね映画とかもなってたわけですよ、うん、あのスニーカーブルースとか、うん、あのもう一個わかる、ハイティングイブルージーンズメモリーですね、この年はね、まあ、ラジオ聞いてる皆さんもですね、動画見てる人もちょっと考えてください。この年の1位、年間の1位ね、あのオリコンによるとってことですけども、あのそれはタノキンとかじゃないんですよ、大ヒット曲、これ前もやったのかな、この81年のやつは、うん、わかりませんかね、俳優です、俳優、俳優、ルビーの指輪、そう、おお、来た来た来た、まあでもあれすごかったもんね、寺尾明さんので、2位がですね、これ絶対わかんないと思いますけど、まあ演歌ですけどね、うん、まあこの1曲って感じだったんですけどね、うん、奥飛騨慕情っていうね、ああ奥飛騨に竜哲也さん、雨が降る、そうそう、うん、で3位がマッチ、はあ、スニーカーブルースですよ、すごいですね、確かね、ずらずらずらと言いますとですね、うん、まあ、ちょっと時間が落ちてきたんでね、はい、4位がハイスクールララバイ、うん、わかる、はい、イモキントリオ、イモキントリオですね、で5位が松山千春長い夜、うん、6位が大阪しぐれとかですね、宮古晴美さんですね、うん、だこの頃って本当歌謡曲だよね、7位がそうですね、街角トワイライトってあれでしょ、ラッツ&スターなわけでしょ、うん、そうです、まだ8トラックのカラオケの頃ですもんね、うん、いろんなジャンルが混在しているという感じで、マッチは11位にもねブルージーンズメモリー入ってますしね、ということなんですよね、すごいですね、ちょっともうあの洋楽もちょっと言いますね、調べてきたんで、はい、ね、オリビア・ニュートン・ジョン、うわ、その格好、え、フィジカル、フィジカル、フィジカル、そうそう、あれ、まあれすごいヒットしたんだ、今日本当にスポーティーな感じになっちゃってましてね、よかった、これ着てきてなんですよが流行ってたっていうことね。ちなみにこの年はですね、これも俺見て大笑いしちゃって、全く知らないと思って、に発売された家電ってわかりますか、最後に家電、もうなんでこのテーマで終わるか、発売された家電、この年に、その81年、81年、ダブルラジカセ、うん、違うか、違うんですよね、もうちょっとなんかこう、まあ、近いジャンルですよ、コンポ、あの、もま、なんかね、いこの時期だけだろうみたいな、映像、映像、あ、LD？ レーザーディスク、もうないですもんね、レーザーディスクあったね、あ、 LP みたいな、そうそうそう、やたらでっかいの、1号機が発売されて、へー、81年から発売だってことでね、その私が見た資料には出ておりました、あっという間に消えました、まあ、ほら、これが曲です、私が作った、歌ってますね、というわけでね、まあもうお別れの時間になってました、今日はね、まあいろいろとあいもくのことも聞けましたんで、はい、来週はですね、あいもくの現在、おお、もう痩せましたしね、本当に健康的になりましたね、はい、その辺とかね、はい、今の活動なんかをねお聞きしたいと思いますけどね、あと1分くらいですかね、もうどうですか、
結婚生活は何年ですか？結婚生活12年ですね。あ、12年なの？12年になりました。つまり沖縄に来ても12年になりましたね。やっと慣れたかなっていう感じ。はあ、私ねちょっとあの4年目なんですよ、はい、丸3年経ちましてね、はい、その間にダッチョウにもなりましてダッチョウその間ラジオ休んでたんですけどね、ダッチョウになりましてね。そうなんですか、うん、じゃあ来週はダッチョウの話を詳しく健康聞きたいなと思います。ダッチョウの部屋、はい、今日ありがとうございましたありがとうございました。健康体についてねちょっと来週聞きたいと思います。ダッチョウの部屋、はい、もこちゃんでした。ありがとうございました。また来週。もうしょうがない、やりきれず笑ってこう、ずっとロックオンライドダイヤワンデイ、ラリラリランドハッピーデイ、ナナ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